はい、今日はなんだっけなんだっけリハーサルが終わって、速攻お家に帰ってきて、今ご飯を食べようとしています。なのでご飯食べます。ちょっと待って、日本語が変だ。お風呂上がって今からご飯食べます。で、はい、今日はホワイトデーですね。ズブズブ食べてます。手の動きと一緒。さえちゃんはスンドゥブ食べてます。私はビビンバを食べております。皆さん、お仕事お疲れ様です。ビビンバって混ぜた方が美味しいよね、絶対。結構さ、ぐちゃぐちゃになるぐらいまで混ぜた方がなんかうまい説あるな。お、EX 大使予約してくれました。そう、まいさんとあのホークスについての取材をしていただきまして、たくさん語りました。で、今年はいけるかな、どうだろう。去年がいけなかったから、今年はいっぱい行きたいですね。ホークス今日も行きたかったけど、やっぱ今はコンサートがあるからさ、リハとかが入ってきちゃって、なかなかタイミングが合いませんのよ。巨人なんて見たかったねえ、最近。うん。で、なんか今ショールームでホークスモデルオーディションみたいなやつやってるらしいのよ。応援モデルみたいな、今見たけど、私もやりたいんだけど。やけんのかな、コネでいけませんかね。ダメか。じゃあいただきます。うん、まっ、辛っ。やりたいな。でもやるってなったらもう本当にみんなが応援してくれそう。わ、よし、20日のココテン2ミリプレゼント持ってきます。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃやりたいわ、あのオーディション。永遠の消防署ってね。消防隊って書いてあるよ。消防隊見たい。みも今年こそ何度も狙いの衣装でホークス応援にドームいたし、あれで行くのはちょっと恥ずかしいね。ビビンバを食べております。美味しそうだから俺もコンビニ行きたい。ファミマ違います、あのウーバーです。チャンチャン。煽ってる。今日はなんとリハ終わりに謎にたこ焼き、なんか先輩のやつ、先輩はリハが早めに終わったんですよ。次はね、若手コーンなんで終わって
帰ってる途中に、たこ焼きの差し入れが入りましたという連絡が来まして、いや魚影って感じですよね。魚魚か今日も若手チーム、うん、結構早めに終わってると。いや早かったんだ、うちらが出た瞬間差し入れ届いたっぽい。悔しい、たこ焼き食べたかった。まさかの。たこ焼きって差し入れとかでなんか来ないと、まあ、食べようって思わないよね、うん、自分で考えるね。うん、しかも差し入れて食べるたこ焼きが一番美味しいかも、うん、買うより。前はレコーディング、あそこは違うか、服といい髪型、私髪の毛乾かして途中に上がってきて出てきて、ウーバー届いてるのもうお腹すきすぎて途中でやめてきちゃいました。ほんで今ショールームしております。大阪に仕事で行った時もたこ焼きじゃなくてやっぱ午後一に行っちゃうね。たこ焼き食べようってなんでな。でもさ、うん、ナクと3人でさ、ホテルでたこ焼き食べんかったっけ。あれめちゃめちゃ楽しかった、うん、あれ以来全然たこ焼き食べる。たこ焼き2個にお好み焼き1個頼んだよな、うん、もうがっつり粉もん。確かに頼んだわ。部屋広かったよね。うん、誰の部屋、なんでいたんだ、なんで3人が。でもコンサートライブ終わりだってことだ。確かにあれは美味しかったわ。うん、午後一のアイスキャンディーは食べたことないかも。え、あるよ。え、午後一のアイスキャンディ？うん？差し入れで NMB レフィジョンの時にもらわなかった？え、もらったっけ？あれ31じゃなくて？違うよ。え、棒についてるやつでしょ？うんうん、うん、アイスキャンディ？なんかさ、午後一なんか白クマのさ絵が描いてあってさ、アイスキャンディ絶対もらったよ。食べた、あー、うん、食べた、食べたよ。チョコさ、ミルク食べた。うまいね、無難でうまいね。美味しかったよね、うん、あ、美味しかった。確かにあれ食べたわ。いや、ゴーゴー食らったんだって感じ。確かに、お、今日はギータのホームランでホークスがリードしてるよ。嘘、マジ、せいちゃんちょろっと映してよ。多分ないテレビ、うん、チャンネルは FBS とかじゃない、はっちゃんとか、ない、5、ない、4、ない、番組は見てる。あ、ないんだ、ダゾンですね。うん、のんべえさんがにゃんこちゃんタワー、にゃんにゃんこありがにゃんこ、ありがタワー。
昨日かな、昨日ショールームした時期、ワンワンワンちゃんワンコーみたいな、ワンコー喋った気がする。あれ、へえ、芸風変わったって言われて、芸風って昔からこうですけど、うん、表に出すようになったって言ってたですね。お、3-0ですね。おお、今にもすごそうだけど、今にとか言って知り合いでもないあ、今みーが今ウトだよとかって。やっぱいろんな選手がこうホークスに来たから、あのスタメンがえぐいですね。東京ビッグサイト握手会行きますね。まだ撮ってないけど、撮ってさえちゃん、エミーどうやった完売すると思う？完売してる人に聞くのが一番特にないみたい。でも、エミリーこう見えて意外とめっちゃ喋りやすいと思うんで行くと、はい、なんか緊張するとかよく言われない？よく言われるんだよね。言われる。撮ってみたいけど緊張して撮れないの。なんかそれもさ、多分優しいからさ、いいようにさ、ちょっと可愛いからとかさ、綺麗だからとか。可愛すぎて綺麗すぎて絶対違うよね。めちゃくちゃ普通。そうじゃなくて、そう、可愛くて綺麗なんだけど、でもその理由付けしすぎ、そちら、ああそちらがね、うん、皆さんで結局そうなるとエミーのあの方がなんか、じゃあコスプレしたらとか言うんだけど、10年目にして10年目にして25歳にして25歳あのコスプレか、ちょっとでもさ無理やり感はあるよねっていう。山下さんの今の悩みなんです、うん、ガチ悩みしちゃった。やっぱその時の気分でさ、エミリー変わっちゃうからさ、やっぱ、うん、でも安定してるよね。握手会ズンってなることないかも、人いなくても。だからそれを言っていきなしないよ、ズンって明るい。それは私やった私ずんってその時多分しないんで来てくださいよ。めっちゃね、レーンの外からみんな話しかけてくれるんよ、うん、多分寂しそうだなと思ってやってくれてるんかもしれんけど、うん、そんなことないんだよね、うん、何が。でも、うん、何だろうね、うん、なんか何々が好きだから、野球好きな人とかさ、ないんだよねあんまり。ないか、うん、でもごく一部。ゲームの話なんてもやってるゲームが違ったりするからね。まあでも何でもさいいじゃん、やっぱ喋れるんだったら。そえちゃんって何喋るの、みんなと。まずたわいもない話とか、うん、が多いかな。たわいもない話しよう、みんな、うん、でもね、なんかその相談話とかめっちゃ乗りたいの。面白くないよね、うん、分かる。いや最近実は結婚したんだとかいう女の子とかとは、うん、ラブラブなのとかそういうの、ね、うん、恋バナ。おパンチュー席でラビー、おパンチューのコスプレ。なんだそれおパンチュー結構大きめのポジション。これは怖そうだね。あと何部あるの？全部の部ある。気まずい気まずい
うちから十分、あの全然まだまだいけます。じゃあもう来やすいや、好きな時間にね撮ってもらって。そうそうなんよ、夜来れないのはめちゃめちゃわかる。昼はいけるんじゃ。でも昼にみんな逆にさ、みんな他のとこ回るのかな。でもでも一回来てみって感じだね。一回来てください、来てください。あ、優しい、了解です。東京おしゃべり会&オンラインも少しだけ追加してみて。優しいよね。でもさ、直接はさ、うん、どうなんだろうね。直接の方が緊張する人もいれば、うん、オンラインの方が難しそうって人も多分いるよね。うん、オンライン簡単そうで簡単じゃないもんね、みんな、うん、でもどっちも本当にお金と時間をめっちゃかけて決めてるから、うん、本当にありがたい。だってさ、自分がさ、もし誰かのファンだったらさ、うん、って思ったらさ、大変だよね。だって遠かったら飛行機取ってホテル取ってとかさ、うん、そのスケジュールも抑えないかんやん、仕事とか。確かにね、なんかいつまで経ってもなんか申し込みあったらいいのよね。ね、そしたらね、近くなったら行けるってなったら来てもらえれば嬉しいし、うん、さえちゃん、レーンはいつ行っても優しいって。あれ、エミーは優しくないんかな。全然イメージだと思うよ。だから行ったら沼るみたいなタイプじゃない、うん、エミー全然普通なんだよね。普通なはずなんだけどな。昔のその人見知りイメージがある人が、うん、一生抜けないね、うん、もでもさ、このショールームとか見てたらさ、全然そうじゃないってわかるから、うん、取りやすいんじゃない。取ってくれ。うん、ほらエミリーめっちゃ、エミリーはちょっと緊張するって。うん、うん、全然わかんでもないけど、エミリーマジちゃんとしてて、あの10年目25歳にしてずっと立ってます。立ってますずっと立ってます。はい、はにゃにゃ腰掛けるぐらいはするけど、基本は立ってる気がする。3月チャメするチャーンしようねって。あれ、パリピール？いや、そういうさ、うん、ちょっとアタオカな人でもさ、行きやすいよね。あれにしようかな。なんかさ、福祉会の例のさ、あのテーブルにさ、いろんなお酒置いて、もうなんかバーカウンターみたいなこっちに雰囲気にさせたら、ちょっとなんか雰囲気酔いとかしないかな。あ、ちょっとエミリーの目だけ暗くして、うん、暗くしてちょっとダンディーな感じにしてもらって、そしたらね、来やすいかもね。あ、つとも北海道さんがワンチャンタワーをくれた。ワンワンワンちゃんありがとう。ありがワンワン、ありがワンワン、うわっ。あ、それはやばいってみんな。それあったら10枚買いますって。どうにか交渉しようかな。いいじゃん。サイも暗くしたい、眩しい会場。サイちゃんは多分サングラス必須かな、うん、サイのレーンちょっと暗くしていいかな。ムード作ってみんなみんな多分暗い方がいいんじゃない。うん、眩しくない？うんうん、いいけど変な照明だし。あ、わかった。サイのレーンに来たのは、うん、サイの香水ぶちまけ会。あ、違う違う、ダメか。うん、その多分1日で香水なくなる。そうなの。しかもなんか香水系苦手な人もやっぱいるからさ、うんうん、だからさ、あの何練り歩きの時あんまつけないようにしたのに。
あ、香水ね。確かに香水とか、そう、作られた香りが苦手だったり、個性的な匂いとかね、人が、あの、やっぱ誰しもいますから。いや、わかるわかる。やめました。え、ほら、4月14日関東地区握手会、まだ空きあります？山下さん、空きしかないんよ。あります。あります。多分お暇だと思うから、ぜひ来てください。まあ、ちょっとお酒はないんですが、はい。でもいいよね、なんかそういうなんか雰囲気作りできるんやったり。私オンラインまだありますね。でもでも、もう完売してるから、もう宣伝しないで。オンラインあります。オンラインね、オンラインもね、みんな仕事の合間で練ってくるっていうのがやっぱいいね。でさ、あれでしょ、会社の人に対してはさ、ちょっと電話してきますねみたいな。え、そうそうそう、言って、ちょっと隠れて、ちょっと休憩してきます。いいの、そういうのしたかったな。そう、今回ね、山下さんの部数もね、多いんですよ。多いっていうか、なんか1部から10部まで販売しない人がいるから、もうね、申し訳ないよね、そんな部まで作ってもらって。うん、東京めちゃくちゃ取ろう。お願いします。うん、ミーはラップ聞くの？ラップは AK ってラップだよね。ラップではないか。選抜ラップやりたい。あの桜エミ断ったんだよ。皆さん、断らなかったらもしかしてトロッコ行ってこうやって手振ってたかも。いいやん、オファー来ただけ。オファーオファーも来てない。ラップのだってさえちゃんはさ、しなさそうだもん。でもやりたい、サングラスかけてサングラスかけたいだけやん。かけたいよ。うん、東京完売しちゃうと思って1コマだけは抑えていたけど、まだ買えるのか。買います。んてか、ね、久々に握手会パジャマとかでやりたいわ。うわ、いいよ、うん、パジャマ。私めっちゃやってたよね。めっちゃやってた。でもそうしようかな。あの夕方の部から、じゃあパジャマ着ますわ。これでどうだ。これでどうだ。なんなら朝から来たいけど。遅いか言うの。でもまだ今はちょっと受付中じゃないけど。うん、もう終わったのか。パジャマ、パジャマだから、夕方の部ってなると何部だ。10部、5部ぐらいからか。違うか、時間見ちゃうか。うん、6分7分。え、3月の部はもう1部から10部があるやつ。4月も1部から10部あるんだ。4月も1部から10部あるんだっけ。3月30、31はミリーの部。ちょっと待って、3月31って振り返りもあるよね。なんだって。えみさんは10部まであります。10部まで。8時まで。8時まで。最後8時まで。なんかもう3月、あ、1部からあるよ、朝から。
だからもう朝このこれで来ましたっていうパジャマでもう夜までできる。みんな逆にパジャマずっとパジャマでいてくれれば完売するのかな。それか8部と10番のね、みさん、うんうん、で8部が5時からだからそっからパジャマでいいんじゃない。うん、どっちもさ、どの分来ますとかいう人はさ、いろんなの見たいやろし。確かに3月の8部か10部と3月31の8部か10部で、4月の8部10部、4月のもう一個の8部10部は全部パジャマで行けばいい。パジャマで、パジャマで、パジャマで。4月も同じ、同じ。どうだ、8部10部、まあ、朝は普通に服着てるかも。服着てるわ、服着てるから。あ、3月30日は10部まであるけど、うん、3月31日は9部までしかないのね。うん、振り替えがあるから。うんふんふん。で3月31日はメモロは8部と9部エミリーあるから、携帯つかない。ついた。6時から7時と7時から8時やだ、難しい。3月30日は、うん、10日はの8から9部10部は、ん、3月30日の8と10部はパジャマ。3月31日は着ない。31日も着る。31日は同じだとあれか、8と9です。どうしたらいいんだろう、同じでいいのか。よくないよね、同じパジャマ着ない。違うのにしない。違うのにしない。31日もじゃあパジャマに行くか。なんだ、何部だっけ。8部と9部、8部と9部。4月が、ちなみに31日は5部と6部もあるんだけど、うん、昼、まだ昼、まだ昼だったら8部と9部。4月13日は8部と10部。4月14日が8と9、うん、ですね、はパジャマで迎えたいと思います。ってことは2日間ともこれ一緒に行けない。一緒に行けない。なんで、そうね、エミリーが1部からスタートの日はさえ2部からスタートの。なんで。で、さえが1部からスタートの日はエミさんは2部からスタート。なんでね、なんでね、なんてこった、なんてこった。しげさんじゃん。ん、しげさん、かわいい。コスプレしてるイメージは誰です。みんなすぐ村しげだって言ってみんなそれで握手会来てくれるかな。不安だよ。3月30日不安だよ。バレバレじゃん。でも最終受付って言ってるけど、受付はまたあるんかね。もう受付なさそうじゃん。教えて言ってるやつはもうない。なんかね。すげえさんじゃん。うん、福岡は終わっちゃったって。
もうじゃあ福岡は終わっちゃったらしい、だから東京の方お願いします。皆さんお願いします。来てくれると嬉しいです。辛い辛い。あ、でもなんか朝ってなんだろう、朝って何着てる普通。パジャマだもんね、はい、そう、握手会の話です。当日券ね、なんで当日券売らないのかな。だって売れ行きがあまりよろしくないかもしれないんじゃない？分からんけど大変なのかもしれない、受付の感じが。時間がじゃあ押したりしそうだよね。ね、しちゃいそうだから多分指定のメンバーになっちゃうんじゃない？あ、でもそれだったらいいのか。なんでだろう、わかんないね。うん、対応が多分ねバタバタしちゃうからだと思います、うん、なんかさ、全国握手会だったらさ、うん、そこで CD 買ってもできたわけやん。確かに、それこそあれだね、スタイミリーレーン作ってほしいね。うん、全国握手会したいね。うん、全国握手会って普通の握手会と何が違うっけ。スペシャルレーンがステージがあって、スペシャルレーンもあって個人もあるんだっけ。うん、個人はないんだ。8レーンはこの人たちですとか、そういう感じで。ああ、先輩と後輩一緒だったりする。それいいね、それがいいね。それでサイミリレーンあって販売してくれたら嬉しい。まあ、多分ほとんどさえちゃんのファンかも。販売とかないよ多分。販売とかないんだ。え、だって自分が行きたいところでさ。うん、あ、そっか、自分で。行けるから。わあ。わあとか言って。うん、あ、そっか、最後にまとめ出しで個人。あ、懐かしいね。うんうん、夏。じゃあ今のやつをちょっとまたツイッターで後で書きます。それで少しでも増えてくれたら嬉しいけど、増えなかったら増えなかったらその時だ。でも何か進めるっていうのがやっぱいいよね。10年目山下さん頑張ります。だよ、なんか新選抜ってことでもないから、選抜おめでとうとかもうんないんじゃない、うん、ないね。うん、ご飯も食べ終わったし、そろそろ終わろうかな。ホワイトデー配信できたし、ちゃんと
バレンタインも配信して。すごい。っぽいことした？ごまん。してない。ワンワンって言った。それニャンニャンって言った。って言った。ハートしてみた。こうやってくっつけてもらって。誰か。この間のバレンタインのやつ、なんかまだあれもらってないんですよね。達成したやつ。今回のやつさ、あれだったけどやんなくてよかったの。テーマパーク。そうなんだ。そうらしいよ。ディズニー行かなくてよかったの。どこでもいいの、テーマパーク。え、いいんじゃない。あ、なんだっけ、あの旅行行ける会社の名前、JTB みたいな。 JTB 旅行チケットね。うん、まあ、山内さんはお風呂も入ったので、ね、もう寝れます。寝れます。本当に寝れます。明日も朝早いもんね。早い、早いんですよ皆さん。早いんです。朝が早かった。眠たいでごわす。今日ね、あのでも他のみんなも早かったのかな。早かったかな。でもさ、一切休憩なくさ、ずっとぶっ通しでやってたから、みんなちょっと目死んでたね、うん、目がね、生きてなかった。なんか死んでました。みんななんか死んどね、死んどそうだった次から次。特にさ、先輩自慢さ、ずっとさ立ってたじゃん。ずっとや、なんか確かに続けてやってたから、しんどそうだったね。おばちゃんチームちょっと腰に来ますね。足痛かったもんね。なんか立ちすぎてずっと立ってたもんね。なんか今いたって、やっぱさ大人だからさ、みんな静かだね。静かに黙々と、静かに、あの、まあまあ、パッとパッとやって、うん、パッと決めよう、ここっていう、そのもう、はい、素晴らしい連携プレイ。よかったね、あれは。はい、そうしよう。あ、そうですね、はい、みたいな。あれはこれがこうなんで、こうした方がいい。あ、じゃあそうしよう。もう、意見は取り入れる。やっぱ、そういうのはね、あれですね、いいですね。効率いいのはいいです。あ、プニルンズ。あ、プニルンズ。プニルンズ人気なんだよね。プニルンズ。プニ。プニ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 プニ。会いたいな。会いたいね。あの子に。プニルンズ。ちっちゃい子プニルンズもらったら嬉しいんだもんね。確かになるのか、これから。キュユイナさんがね、卒業されたので、髪の毛がモリモリでした。モリモリっていうか、まあ、あのアレンジしてたね。そう、アレンジしてた。そして鉄腕の友みたいな服が着てた。一人鉄腕の友みたいな服上が赤、下が青。ユイナ一人鉄腕の友って言ったらすっごい笑ってた。笑ってた3D メガネみたいな。なんかしかもめっちゃしっかり赤青って言ったね。あのなんか赤系青系とかじゃない、もうビビッドな赤と青あんなん タンスから選ぶあんま選ばないよねいやさすがですわ。今日も一生懸命踊ってましたよ。あとは、うん、エミリーと渋井がめちゃめちゃ喋ってた喋ってた。すぐさ喋りかけてくるのね、うん、私に、うん、で今日もエミリーが戻ってきた時ずっといたじゃん、渋井ちゃんが。あ、いたね。でそっから3人でずっとくだらん話そうでもそれはさ、あの世間っていうか、こうファンの人の前では してないもんね。してない会話だよね、あれあの渋井ちゃんの話
この何してない、いやいや、どうだろう、してんのかな。そういうこと伝え方が渋いちゃんね、冗談ですけどね、あの渋いちゃん、え、今日いたみたいな話とかもね、しててあなただけをそれ知らない。でも面白いね、渋いちゃんってさ、こうあのコンサートの時私肩壊してるから、こうそう旗から見てたんですけど、リハをなんか普通にまだステージじゃないあのどっかのホール借りてあのリハした時とかにも一人だけめっちゃニコニコ笑ってリハしてて、で今日さエミさんがさ、うん、あの渋井に向かってさ、うん、笑ってってしたんでしょ。そう笑ってって言ってた。でそしたらなんかエミさんにされてなんか振り飛びましたって言ってた、うん、あ言ってたな、ね、エミさんに笑ってってされたから振り飛びました。そう言ってた。申し訳ねえ、それは。え、でもね、笑ってるの可愛いじゃん、うん、やっぱなんか何歳だ、でも小学生に見えるんだけど、渋いちゃん聞いたやん、さっき。あ、14歳で、15歳になりますって言ってたんだ、高3だから。何歳って聞いたの、中3って返されたもん。あ、中3か、中3って。だから何歳って言ってるやんっていう会話をしてた。おもろかったな、渋いちゃんね。したったらずな喋り方だよね、ちょっとなんかヘラヘラしてるからかな、うん、うん、エミと一緒だ、ヘラヘラして喋るなんて。なんかすごい、今度二人で仕事あるから不安だな、渋いちゃん。不安じゃないんでしょ。今日も言われたからもう休もうかな。渋いちゃん仕事そうやって休んだことない。渋いちゃんはもうやる気満々だよ。さえこと、さえさん、あ、さえちゃん今度一緒ですね。さえちゃんって呼んでんだよ。1年目だよね。クソガキちゃんだから、うん、あかんな。なんかさ、今日もさ、先輩と後輩ペア作られてさ、うん、もう決められててさ、うん、のやつあったじゃん。あったね。それ終わった瞬間さ、うん、さえちゃんとペアじゃなかったんですけど、だから、あ、可愛いよ。やったーって言った。エミリーなんて気まずいよ。ね。でさ、だから本番になってわかるやろ、うん、エミリーと誰がペア。そう、でも別になんか。あの喋ったこともないわけでもないし、全然エミはあのこう喋れるタイプな方二人なんだけど、いや、まぶしかおらん。確かに、あ、そうよね。知ってる？うん、見た。ヨッピーさんが通り際にさ、ね、エミにとエミこの そのペアについて怖いよねとか言って笑ってる、よしか、ガサエってそういうこと言うから怖く言うんだよみたいな。誰と誰？ダメそれ言っちゃダメなの、別にいいんじゃない、ダメかも、あかんじゃない、あれそれでなんかあるわけじゃないから、あ、触覚と これ誰あーえ、あの仲良し、うん、しゃべるしゃべる、あちょっと怖いねじゃあ、うん、怖いとか言うから、うん、ちょっと怖いんですよっていう話をしてて、でも二人は言っちゃダメなのかな、あんま言わない方がいいんじゃない、まあ、一応ね、一応一応やっぱ怒られちゃうし、うん、それでその二人はいやいやいやって言ってくれたんですけどね。でもなんかちょっと仲いい子とかいう感じじゃない、うん、で
もなんかちょっと良くない、リハで良くないなと思ったのが、そのペアでこう呼ばれた瞬間になんかみんなそのいい悪いを顔に顔でもう出てんのよみんな。なんかああみたいな、別にそのペアが一緒だから悪いことも絶対ないわけなのに、みんなちょっとなんかみたいな顔するから、そんな勝ち負けのゲームじゃないだろうけどなって思う、思っちゃったね。そういう対話された、みきつってるやんみたいな、きつってるやんでさ、なんか肩組めよみたいな、なんか言われたんですよ、演出に肩組めよっていうか、こうまあ先輩だよみたいな感じで、なんかこう肩組んでねみたいな言われてた時に、なんかエミも組みづらいし、なんかエミが組んだらなんか連れてるんかみたいななんかって思っちゃって、なんか自分も思っちゃって、難しいですね、人と仲良くするっていうのは、人と距離を縮めるっていうのはね、やっぱ大変ですよ。本番は肩組んでもらって、本番はもうギャン仲いいかもしれない。エミもね恥ずかしいんだよね。でエミなんか正直ね、あのしっかりするタイプじゃなくて、エミは人に甘えたい方だから、正直あの私甘えたい方じゃんか死んでるやんエミさん。あのさ、エミリーが一番楽しそうなのは、あの、うん、先輩が山台の時にさやとゆうなちゃんに挟まれてる時のエミリー一番楽しそう、マジで嬉しい。あのなんかふざけんでいいのに、ふざけないでもふざけるし、さやたちもでもやっぱエミリーのボケっていうか、まあボケをこう別に笑いに変えるわけではないけど、ちょっと聞いてくれるから嬉しい。さやとゆうなも二人でボケて、うん、そういうところもだから山台まで見てほしいね、うん、来てくれる人見て、もしかしてエミの位置がなくなっちゃってるかもしれないか、二人によってそうとゆうなちゃんがちょっと嬉しい、絶対押すなよ2階から押すなよ絶対押すなよ、そうエミ甘えたい方なんだよ、そうね、うん、だって妹だよエミって、お兄ちゃんいるんだから関係ある、関係ないか分からんけどそう、なっちゃんと葵ちゃんに甘えてたわ、意味よ、もうなっちゃんと葵ちゃんに言えばもう処理してくれるっていう、落下注意、そうだよ落下注意だよ、ね、クッション置いてもらわなきゃ、本当にさえちゃんたちもさえちゃん前に出るから落ちはしない、あ自分たちで、自分たちで落ちて、お兄ちゃんお兄ちゃん元気だよ、昨日誕生日でした、えおめでとう、名前言うなよ、あ危ないなぁ、さえちゃんもうヒヤヒヤするよ、後輩に甘えてみる、いやでも意味、後輩に甘える子は甘えるよ全然、うん、甘えるっていうか甘えはできないよ、 なんかできないんだよね、どうだよ、どうしたいんだ、お兄ちゃん結婚してないんだよ、お兄ちゃんに言ってください、みんなお兄ちゃん結婚してほしいのに結婚してくれないんだよ、結婚するより30万ぐらいするライダースジャケットが大好き、ダサいんだよそれが、そんなことでもうダサいんだよ、これさ友達とかいないかな、お兄ちゃんのなんてたらね、なんであんなちょっと一昔みたいな格好するんだろう、いいや別に変なんだもん、やっぱ兄弟とか、でもなんかさ羨ましいよ、なんかその美男美女のなんか兄弟とかさ、え言っちゃダメか、あんま言わない方がいいか、名前、うん、名前言わないで、でもさ、うん、なんかぶっちゃけるなんだけど
え、誰？友達と。うんうん。うん？うん。え？なんかあれだね、また変わったね。いるでしょ。うん。写真の撮り方。ギャルすぎない？それもうあれでしょ、下向いてこれしてるみたいな人でしょ。いや違うよ。わかんない。なんかさ、見て見て、今日の記念撮影したもん。兄弟って面白いよね。あ、すっ、ね、キモいかな。なんか匂ってるみたい。いや、なんかに送ったの、これ。あ、いいじゃん。まどかさんの弟、かっこよかった。そうなん？なんか、インスタかなんか、なんだっけ？あ、載せてるんだ。うん、載せてったらしい。ほらだったやっぱさ、自分の兄弟がさ可愛かったりさかっこよかったりするとさ、こう SNS に載っけていい時はもう載っけようって思うじゃん。絶対お兄ちゃんの写真載っけれない。そんなひどい。絶対無理。もうとんでもなく恥ずかしいもん。なんでよ、別にお兄ちゃんも出してほしいと思ってないよ。思ってないだろうね。でもさ、こうなんかちょっと写真撮ってよって言う時あるんよ。ほんとになんか耐えられない、耐えられない。兄弟だからかな、やっぱこういう発言できるの。ちっちゃい子はあんなに仲良かったりな。まあっていうなんかちょっとしょうもない話で終わっちゃうんですが、ちょっと終わりたいと思います。じゃあランキング読もうかな。13位マツくん、12位ソフトテニスさん、11位名前書いてないわ、10位つかささん、9位タカフルさん、8位ハンスケさん、7位クロさん、6位 HKT 超絶王子さん、5位ヨシヒロヨシヒロさん、4位クーさんさん、3位リンダンさん、2位チソム北海道さん、1位のんべえさん、ありがとうございます。見てくれてありがとう、うさぎ。じゃあ握手会待ってばー。